おはようございます。本日は今からイラコっていう海に向かいたいなと思います。今嫁どんちなんですけど、嫁どんち実家から帰り道にあのイラコがあるのでイラコに向かいたいなと思いますが、現在が5時ですね。前回ぐらいに気づいたんですけど、僕猫アレルギーで、今日も猫像の映像を撮ろうと思ったんですけど、猫アレルギーで目やられてるのでちょっと撮れなかったです。なので今日はあのおっさんショットしかありませんが、愛知県のイラコという海に向かいたいなと思います。それではですね、まずセブイレに寄りたいなと思います。でコーヒー買います。でなんかやっぱり寒いなと思って、さっきやっぱり白い木、さっき温度計見たら6度やったんで、そりゃ半袖半ズボンで寒いやろ、ずっと鳥肌立ちっぱなしなんで、まあコーヒー買っています。はい、水田着きました。これがあのかの有名なイラコですね。ちょっと出ましょうか。このサーファーにも愛用されていると言われるレインボーサンダル、カリフォルニアのサーファーが開発したと言われるレインボーサンダル、1975年、今からおよそ45年前。これについての、動画はまた詳しく出すので皆さん話してください。じゃあこれ一回置いといて、早く行けないよ。いやいいビーチやな。でもその施設が整ってないっていうのが意外やな。ああ。基本的に今まで行ってるさ、関西圏内、四国とかはさ、うん、その海沿いにさ、絶対着替えスペースとかさ、うん、はいはい、そういうのがあるけど、ここ、はい、な、まあ、駐車場が無料っていうのもあるけど、ないやん。ないね。水とかな。ないね。あそこ、カレンダーか気をつけてや。はい。私入んないけど、流されたらほんまにどこまでも行っちゃうから。どこまで、今から帰るサーファーもいてるから、朝一でサーフィン楽しんで仕事に行ってるんでしょう。では、海です。こちらどうぞ。じゃーん。あ、結構波あるね。どう乗れるかよ。赤ちゃんなっちゃう。赤ちゃんなるじゃん、そもそもアウト出れるかな。そのレベル、四国みたいにさ、来てもう5分で帰ってこないでね。ミスないもんな、だってね、うん、8時半まではとりあえず帰ってこないでね。 OK、 じゃあ行ってきます。 I would like to go there at the back of the house where a high school teacher caught us when making out you and me perfect strangerBut really not at the same time Nothing can come between us You and me, we're staying alive Alive, forever alive So hear me out Telling you now We're gonna go all the way up Cause we got it all figured it out For the both of us, we've been rolling out Top down Telling you nowはい、それでは無事終わって今から帰りたいなと思います。昼ご飯はですね、僕はもう見つけたんでそこに行くんですけども、今日の昼ご飯はどこやと思う？ラーメン？違うで。奈良葉食堂？違うよ。教えたのか。寿司、うん、ちょっと時間かかるから待っといてや。分かった。名前がすごいんや。行こうか。それではですね、着きました。愛知県豊川市、ここ、満車なんで結構人気あると思うんですけど、こちらです。武蔵島です。ありがとうございます。
ごちそうさまでした。あ、いえいえ、これ釣ったらなんか売れるみたいで、ハマチが1キロ1000円、タイ1キロ1000円、青系も1キロ1000円みたいな、でなんかイサキかなんかが3000円かなんかだったら1キロ。へー。なので僕のチャンネル見てくれてる方、結構ノースペース関連で釣りやってる方もいらっしゃるので、ぜひ愛知県豊橋に売りに来てくださいということでした。ちなみにさ、今日1日ずっと寝てさ、寿司だけ取って帰る気持ちはどんな気持ち？でも最高やろ。はい、それではですね、あれから2時間ぐらい経って、帰り道っていうことで、アウトレットに行こうと思って、長島のアウトレットに来ましたが、平日ということもあって、結構車がガラスが出てきて、この奥とかもガラガラなんですが、フラッと寄ってみようかなと思います。それではですね、長島っていうのはですね、関西の方やったら知ってると思うんですけど、アウトレットと遊園地がなんか併設してて、なんやったらプールもあるみたいなんですけど、有名なジェットコースターがあるので、それがこちらです。じゃん、スチールドラゴン2000。ドゥドゥン。ということでですね、僕が学校の先生やってた時はここが修学旅行の先やって、生徒たちと一回来たっていう記憶はあります。それが もはやもうプータローになってな。本当だよ、先生がプータローになって、こんなとこもう一回同じ場所に来てるけど全然別人やで。本当だよ。だから人によってはこっからが長島リゾートになるから、はい、つまり長島リゾートというのは遊園地、そしてこっちがアウトレット、うん、でここの2階にノンスペースがあります。はい、まずはバンズを見て、あ、ラコステもあるやん。見たい。ラコステ見よう。見てまいります。という感じのポロシャツを着て、これ意外と定番のやつは普通にセールで売ってるっていう、色がその去年のカラーとおととしのカラーやから安いらしいんですけど、普通になんか品質は変わらへんから、ね、なんかめっちゃいいなと思って。次は軽くバンズ見ましょうかね。おっと、こんなんとか珍しいですね。バンズはですね、あんまりこうしっくりくるのがなかったんですぐ出たんですけど、いや、アウトレットって僕今まで土日に行くことが多かったんですけど、こうやって平日に来たらめっちゃ人空いてるし、特に多分ゴールデンウィーク明けっていうところで余計人が空いてると思うんですけど、とってもですね、見やすいです。でも多分ゴールデンウィークの時の方が品数は絶対あったと思います。そうこうしてるうちにノースペース、あったー、ありました、こちらです。では行きます。はい、それでは行ってきました。ですね、僕が多分以前に視聴者プレゼントしたジャケットとかも売ってました。で、あとゴアテックス のパンツも僕は確かホリエでセールで買ったんですけど、同じ値段ぐらいで1万8000いくらぐらいで売ってて、意外とゴアテックス系のアイテムが多かって、1点だけUSA、 アメリカ のゴア、これ触った時にこれアメリカのハワイで触った時と似てるゴアテックスやなと思ったら USA 企画って出て、やっぱハワイの、あ、アメリカのやつやと思って、なんか1点だけアメリカのやつがあったんですけど、少しゴアテックスの質感がちょっとマットっていうかっていう感じのやつなんですけど、それが1点だけ、なぜか1点っていうか1種類だけありましたね。5着6着6着くらいあって、でバーブパンツとかは9800円で、で結構いろいろネイビーとか色とかも豊富にあったりとかしましたし、あとゴアテックスのパンツに関してもネイビーベージュとか、あとカーキもあったと思うんですけど、結構意外とゴアテックス系が豊富に揃ってて、なんか登山とかする方とかやったらおすすめかもしれないです。はい、という感じでですね、一応一通りのノースペース見てきました。なんか2色迷ってるらしいですが、どっちがいいですか？見てください。まず白の方からどうぞ。そして次はネイビーです。どうぞ。Guess we weren't meant to be. We had
無事ですね、ヨメドさん購入して、白かネイビーか迷ってる間にですね、僕はこの今ロンティーを見つけてしまって、あの US コットン、アメリカのコットンのロンティーがあって、シルエットも綺麗だったんでつい買っちゃいました。これが3500円です。ということでですね、このこんな感じのロンティーを買いました。ヨメゾーが迷ってる間にどんどん僕が選んでですね、で僕は白、結局ヨメゾーもですね、何白っていうのあれ何なんだろう、オフホワイトのなやつ買って、うん、まあ、僕ちょっと今ちょ夕方で肌寒くなってきたんでええー、なと思って買いました。はい、ということでですね、お店見てもらってありがとうございました。では無事に帰ります。ありがとうございました。